魅力大仏、日野エレ寺石窟は、中華人民共和国の黄河沿いの渓谷にある仏教石窟。自然の洞窟や、そこに彫刻された仏像群で構成されている。黄河流域にある流野橋水力発電所の北岸にある。所在地は、蘭州から南東に100キロ離れた甘宿少林夏、海賊自治州衛生県。シルクロード。 長安天山回廊の交易路網の一部として世界遺産に登録されている。小型のレリーフ群石窟は千年以上前から開かれており、最初の岩山、日清末期の420年頃に作られた。北義、北州、隋、東、宋、元、明、清の各王朝で石窟の拡張が続けられた。それぞれの石窟寺院の様式は、 王朝ごとの典型的な美術様式と容易に結びつけることができる。日のエレージは、様式的にも、地理的にも、アフガニスタンのバーミアンの石本家軍と、中国中央部の石窟人軍、大道付近の雲行石窟洛陽付近の流門石窟の中間に位置する。何世紀にもわたって、地震、侵食、略奪者が、石窟や内部の芸術的な宝物の多くを損壊。 破壊してきた。現在では、183の石窟、694体の石像、82の粘土彫刻が残っている。仏像やフレスコ画で満たされた石窟及び、デリーフ群は、約200メートルにわたって、峡谷の北側に並んでいる。それぞれの石窟は、数々の仏像が収められた、正寺院のようなものである。これらの石窟群は、 崖側に隠れた洞窟や、高さ27メートル以上もある巨大な、弥勒菩薩像に向かって、木製の歩道が不安定に岩面に取り付いている、巨大な天然洞窟でクライマックスを迎える。現存する彫刻やフレスコ画は、仏教美術の優れた例であり、世界中から訪れる人々を引きつけている。都市部から隔絶された壁地にあるため、夏季と秋季の間のみ、 水力発電所を経由して船で行くことができる。船は竜夜橋、ダム付近から出ており、ダム内の他の港からも出ることがある。夏秋以外の時期には陸路が存在しないため遺跡に近づくことはできない。ありがとうございます。